ポケモンソードシールド、ランクマッチをやるなら誰もがたどり着きたい場所。マスターボール級、ここにたどり着くために、必要なことは、パーティーにネギがないかを入れること。思わせねえだろ。もはや、マスターボール級に行くだけなら、レンタルパーティーを使って誰でも到達可能だと思います。ネット上にいろんなパーティーのコードが載ってるので調べてみてください。ちなみにヒカリナは、有名なポケモン実況者、ライバロリさんのパーティーでマスターボール級に行きました。このパーティー使うと7、8割ぐらい勝てるもんな。ほんと、ポケモン初心者でも余裕でマスターボール行けると思います。なので、今回は適当にやるだけで勝ててしまうという残酷な現実を、動画で見せつけていきます。このパーティーのすごいところは、なんといってもルカリオだよな。はい、マジでこの戦闘にいるルカリオ、ほぼ出すことはないです。なので、初心者が選出に悩まないよう、個体の中から選ぶという優しさで溢れています。もっと言うと、ドラパルトとミミッキュは選出がほぼ確定なんだよな。なので、相手によってスカーフ、ヒダルマ、ヒートロトム、アーマーガーを使い分けるだけですね。と言っても、物理アタッカーが重いとアーマーガー、特殊アタッカーが重いとヒートロトムなだけです。最近は対策もされて、相手のパーティーがテンプレじゃないことも増えてきたよな。今回の場合、パッと見、バンギラス対策でルカリオ必要じゃね？って思うかもしれませんが、ルカリオは出しません。ドラパルトで無理やり倒します。注意すべきは、ミミッキュに強いオノノクスと、最速スカーフだとドラパルトより若干速い、シャンデラだな。ドラパルト、ヒートロトム、アーマーガーが良さそうですが、バトルが時間かかるの面倒なので、ドラパルト、ヒートロトム、そしてミミッキュでいきます。オノノクスなめ腐った戦術だな。大丈夫、こんな感じでも勝てます。ガラル地方のポケモン対戦、ある程度のレベルまでは、強いポケモン出すだけでいけます。では、対戦お願いします。相手は、バンギラスから来ましたね。ドラパルトは相性悪いし、後ろのミミッキュとロトムも受けられねえぞ。大丈夫、このまま行きます。過去作までなら、ゴーストタイプで格闘技持ってないポケモンが、バンギラスに突っ込むとか自傷行為ですが、今作は、相性が悪くても勝ててしまうという、無茶苦茶な現象が起こります。まさか、あえて効果抜群の技を自ら食らいに行くのか？その通り、このドラパルトのダイマックスレベルはマックスなので、ダイマックスで体力が2倍になります。そしてドラゴンのダイマックス技で、ダメージを与えながら相手の攻撃を下げます。半分以下しか入らなかったな。多分、次で落とせます。相手が噛み砕くを使ってくれるかだな。はい、来ました。全然効きません。そして弱点保険の効果で、攻撃と特攻が2倍になる。通常だったらワンパンされる場面を、無理やり有利対面にしてしまったな。これが、現環境の中ポケの中の中ポケ、弱点保険型のドラパルトです。いや、自慢でも言ってるけどこのパーティーレンタルだからな。そして後ろにフェアリーがいないことを確認して、また大ドラグーンを打ちます。相手ダイマックスしても耐えられるか微妙だから、ここはバンギラス切ってきそうだな。謎のオノノクス交代が一番嬉しい。さすがにそれはありえないだろ。弱点保険が発動したので、さっきは半分も入らなかったこの攻撃で、バンギラスを落とすことができました。相手にミミッキュがいなかったから、タスキ持ちかスカーフ持ち以外ここでは出しづらいよな。マジで、弱点保険が発動したドラパルトは鬼畜すぎる。素早さ実数値、213ですからね。シャンデラが来たな。シャンデラは最速にしてスカーフを持たせると、素早さ実数値、217になるので、ドラパルトより速いのです。もしそれだったらドラパルト落とされそうだよな。ちょっと不安なので、ここはダイボールという、ダイマックス技も効かない守るで様子にしましょう。相手、普通にダイマックスしてきたぜ。こういう時もあります。もはや、圧倒的有利対面すぎるので、相手の行動を見てからでも、どうにでもなります。怖いのは、こっちのトムとミミッキュを連れてきてるから、後ろにオノノクスがいたら、ドラパルトは必要だよな。でも、シャンデラはこの対面だと大フォロー一択なので、直帰来てるロトムが2回耐えられるかは微妙。つうか、攻撃2倍になったドラパルトなら、シャドウダイブでシャンデラぐらいワンパンじゃないですか？確かに不意打ちだと無理そうだけど、シャドウダイブならいけそうだな。言い忘れてましたが、ダイマックスをすると、こだわり系のアイテムの効果が消えるので、シャンデラがもしスカーフでも、今はドラパルトの方が早いです。だから、安心して相手に攻撃ができるんだよな。予想通りワンパンでしたね。このドラパルト強すぎんだろ。環境トップの中ポケに弱点保険発動させてはいけません。そしてやっぱりオノノクスいたな。でも、オノノクスよりドラパルトの方が早い。ただ、こいつがスカーフの可能性もあるもんな。確かに、スカーフ自身連打で危ない。ドラパルトの不意打ちとミミッキュの影打ちで落とせそうな気もしますが、3立てしたいのでドラゴンアローにしましょう。あ、決まっちゃった。ちなみにドラゴンアローは2回攻撃だから、タスキ持ちでも貫通するぜ。タスキでもスカーフでもなかった。ドラパルトとミミッキュが引くほど強いので、こんなん使えば誰でもマスターボール級に行けそうですね。でも最近のマスターボール級は受けループが多すぎて地獄ですよ。全部ドラパルトとミミッキュのせいだろ。